1-3 人体作成機能を使う。人体作成機能を使って人物写真から人物の立体形状を作ってみましょう。まず画像を読み込みます。六角大王スーパー6を起動してファイルメニュー内の指定モードで新規作成から人体作成モードを選択し、人体作成機能を開始させてください。通常はここで画像読み込みボタンを押し、用意した人物画像を読み込むのですが、ここでは最初から表示されている女性の写真を立体にしてみます。ウィンドウ右下の次へボタンを押してください。雛形の選択画面になります。次に素材の画像に合わせて性別とポップアップメニューの髪型と胴体を選択します。この女性は髪が耳の位置より長く、耳が髪に隠れているので、髪型には長髪耳隠れを選択してください。また、女性は半袖長ズボンの服装ですが、だいぶ体にぴったりした服なので、人体作成機能の基本であるぴったり服が適当です。胴体にはぴったり服を選択してください。なお、少ないポリゴンで作成にチェックを入れると、完成された人体の面の数が少なくなります。選択したら、次へボタンを押してください。特徴点の入力画面になります。次に、最初に頭部の特徴点を入力するので、素材画像の上半身を拡大表示します。まず、メインウィンドウ左上の虫眼鏡ツールを選択し、素材画像の上半身をドラッグして囲んでください。上半身が拡大表示されます。次に、頭部の特徴点を入力します。特徴点を入力するツールを選択してから、左側のイラストの赤い点に合わせて、右側の画像をクリックし、頭のてっぺん、右耳の穴、左耳の穴、右目、左目、鼻、口、顎の下の特徴点を入力してください。画面左下に、入力すべき特徴点の説明が表示されるので、それを参考にすると分かりやすいです。次に、体の特徴点を入力するために、体全体を表示します。表示メニューの、全体の立体を見るを選択して、最初の表示状態に戻してください。さらに、角度設定ウィンドウの距離計を動かし、画像の人物が画面いっぱいになるように調節してください。次に、体の特徴点を入力します。左側のイラストに合わせて右側の画像をクリックし、体の特徴点を入力してください。膝の位置など、服を着ているとはっきりわからない特徴点もありますが、おおよその位置を想像して入力してください。すべての特徴点を入力すると、左下に入力終了と表示されます。必要なら特徴点をドラッグして位置を調整してください。次へボタンを押してください。輪郭線をなぞるその1の画面になります。体の輪郭線と黒い骨組みが素材画像に重なって表示されています。輪郭線はだいたい素材画像と重なっていますが、よく見ると手足の太さや顔の輪郭がずれています。これからの操作で輪郭線を素材画像に合わせていきましょう。次に、体の輪郭線をなぞります。鉛筆の形をしたアイコンのツールを選択してから、緑色の体の輪郭線をなぞって、素材画像の輪郭線に合わせてください。視点を輪郭線上にしてなぞります。輪郭線は所々途切れていたりするので、部分部分を少しずつなぞりながら輪郭線を合わせてください。なぞった線に合わせて輪郭線の各頂点が骨組みに対して垂直に動きます。なぞった線をそのまま延長すれば輪郭線の端点の位置も変えられます。端点の位置が変わるとズボンの裾などの幅を変えられます。ただし輪郭線は骨に垂直にだけ動かすことができ、骨に水平には動かすことはできません。つまり輪郭線の長さを変えることはできません。次に頭部の輪郭線をなぞります。頭部では頭の輪郭線と髪の輪郭線の2つの輪郭線があります。頭の輪郭線は耳を除く顔の表面の輪郭に合うようになぞってください。
頭上半分の輪郭は紙に隠れて見えませんが、想像で入力してください。なお、頭部においては、輪郭線の各頂点が頭部の中心を中心にして動きます。次に、手足の先を修正します。手の先、足の先の青くなっている部分は、青い部分をドラッグすると拡大縮小します。大きさだけ合わせてください。輪郭線を合わせ終わりました。次へボタンを押してください。輪郭線をなぞるその2の画面になります。前髪の境界線が素材画像に重なって表示されます。前髪の境界線をなぞって動かし、素材画像に合わせてください。次へボタンを押してください。後ろ髪画像の選択と身長の入力画面になります。通常、後ろ髪画像は後ろ髪の絵を自動作成にしてください。ここでもこのままにします。身長もこのまま165センチにしましょう。最後に、次へボタンを押してください。これで完成です。立体化された人物が表示されます。角度設定ウィンドウのインジケーターを動かして、表示角度を変え、人物を鑑賞してください。必要に応じて、戻るボタンを押して前のステップに戻り、輪郭などを修正し直すこともできます。次に、標準モードに移行します。標準モードへボタンを押してください。ダイアログが現れるので、OK を押すと、人体作成モードから標準モードに変わります。標準モードでは、人物の骨組みを動かすことで、人物のポーズを変えることができます。